このね、出汁が美味しいんですよね、これね。これもいろんなデザートのバリエーションで使いますので、ピーチに行ってピーチを食べて、ピーチのバームスを飲むと最高ですね。はい、今日は桃のコンポートを作ります。コンポートとペーシュね、フランス語で桃はペーシュ。ペーシュってね、僕ジュネーブにね長く住んでて、レマン湖っていう湖が大きなです。そこにもペーシュ、それ魚です。もうペーシュのフリットって有名ですけど、それとごめんなさい、全く関係ございません。今日はペーシュコンポートね、基本です。どうぞ。材料です。大体7月から8月、今ですね、旬でございます。ピーチ、ペーシュ2個、レモン汁、そして分量のお水、白ワイン、天菜と、これだけでございます。まず分量のお水、そして白ワイン、そして天菜と、そして2個のレモン汁。もうこの状態でですね、ピーチを入れちゃってください。でピーチはこれね、スーパーこれ結構硬いんです、ガチガチで。こっち結構熟成してる。なんでこれペアで売ってるらしいんだけど、もう少し揃えてほしいですよね。まあでもね、こういうことあるじゃないですか。なので当然ですけど、こっちは柔らかいのでこっちは硬いので、コンポートにするにはですね、少し硬めの方が皆さんいいんです。崩れにくいですし、シロップが甘いですからね。こういう硬いぐらいの方が僕はいいと思います。でしっかりとでも入れちゃって、火をつけます。はい、沸騰してきましたら落とし蓋ね、これ皆さんこうやって油紙を折っていただいて、この真ん中から合わせて、だいたいちょっと大きめにで丸く切ります。お鍋が丸いので丸く。そうしましたら、まず先端、そして両面のバッテンを入れて切ります。フランスはね、落とし蓋って日本みたくないですから、こういう油紙を使って、落とし蓋の要領で使います。これはもうエスコフェの時代からあったので伝統的な。はい、これでこうやって穴を開けてね、こう。蒸気を流す。これに何も汁がなくてバターを塗って蓋をしたりとかします。はい、皆さん一度沸騰させてください。沸騰させて、5分のちょっとね、アクを取ってあげてください。5分ひっくり返して、ひっくり返してっていうか勝手にひっくり返ってますけど、5分の10分。はい、沸騰しました。それではちょっと回しながらね、アクを取ってあげて。この汁はね、これから、いろんなレシピに使いますので。もうピーチの香りが。で落とし蓋をしてあげて、はい、それでは5分でいきます。はい、今5分経ちました。見てください。ちょっとひっくり返してあげて、であともう5分で、これで一回火を止めて、このまんま熱い状態で冷やします。室温で。それが大事です。室温でゆっくりと冷やすと。あと5分待ってください。はい、皆さん5分の10分になりました。そうしましたら火を止めて、この落とし蓋はで、ポイントはですね、このまま、冷蔵庫に入れないでこうやって、これ何でもいいんですけど、これ下にこれ隙間を開けてあげて、そうすると風通しがいいので早く冷えます、冷えますので、これをべったりつけちゃうとすごく暖かくなってなかなか冷えないので、こんな形で、お箸でもいいです、何でもいいです。で、冷えるまで待ちます。はい、見てください。2個茹でたんですけどね、1個はデザートで、使いましたので明日からご期待ください。でこれはちょっとね、皆さん見てください、皮がねまだついてるんですけど、もう1個の方はね皮がきれいに自分でむけたんですけど、これちょっとなんていうんですか、まだ青かったので、皮がそういう時はこうやってむいてあげてください。まあ薄ければね、皆さん見えます？今こうやって皮がね、まあこうやって剥かなくても皮をよくこれぐらいのね、皮だと全然邪魔になりませんので、そのまんまいってもいいと思います。この汁をたっぷりかけて、このねだしが美味しいんですよね、これね。これをもういろんなデザートのバリエーションで使いますので。はい、それではミント、ピッチとねミント相性がいいので、はい、コンポートの出来上がりです。ね、可愛いですよね。種付きで5分の10分でしたからね。これね皮を剥きづらかったんですけど、その皮をよく洗ってありますので、そのまんまでももしあれでしたらがっつり剥いていただければ、ピーチ好きのめぐみさんとしては一挙にいきたいと思います。いただきます。これ皮は半分ついてますけどね、全然火が入ってますので、僕は全然気になりません。もし気になるならこう、がっつり皮を切って、合わせたワインはフランスのラングドックでございます。ペティアン・ドゥ・リステルピーチ、ほらね、ピーチペーシュというペティアン・ドゥ・リステルピーチ、これはスパークリングらしいんですけど、もちろんピーチの味、満載でございます。ちょっとこういうねこれはちょっと熟し加減があるんですよ。こういう半熟のやつにこういうピーチの香りのフレーバーの強い飲み物を飲むと、こちらのピーチも美味しくいただけると思います。ですから飲み物のねちょっと甘めですけども、もう今の季節最高ですよね。どうです。どうぞ。今の8月ぐらいまでですから、皆さんピーチを、たくさんいろんなピーチのレシピを、これから出しますので、8月頃まで皆さん一生懸命、ピーチに行って。ピーチを食べて、ピーチのバームースを飲むと、これはもう最高ですね。どうぞ、この夏ね暑いですから、こういう美味しいものを食べて、乗り切ってください。リュウです。